バッグ、産業用の布を販売するために誰か、対案しでゲストを徴兵。彼は、先生術科学のウォーロックの熟達を聞いて、彼らは、幸運をお願いします。ウォーロック、いくつかの予測は言う。あなたの番号は、不運であるとすぐに家に帰る必要があります。お金を、行く北で、恐れる人の布を販売します。彼は、ジャケットを着た男に会った方法では、公務員のように、話を一緒になって、彼らは、お互いに馴染みのウォームアップです。食べ物を買う食べると飲む一緒の人々は、ジャケット男性用ジャケット非常に感謝を迎えるために布を数回販売。生地のジャケットを販売して何かを成し遂げるために人々を訪ね、ジャケットの男は答えた。キャッチ人々への準備ができて、徴兵。人々が求めるものをキャッチするために布を売って、人々は彼が見てみましょう。文書のジャケットを思いつきます男の販売布によって書かれた最初の公式文書では、彼の名前です。恐怖の男の販売布、なぜ私を逮捕。ジャケットは言った、私は生きていないのですが、部門の役員で歌と賛同賞は、あなたの人生は終わりに近づいている必要があります。助けを、涙で、布の人々を販売。私は名前はできませんが多くの文書にあなたは物事の世話をする家に帰る時間がかかります。私の最後のトリックは、あなたこれはの友情のために私のご褒美です。一緒に、キャッチ。すぐにメッセンジャーは言いました。川に川が壊れた橋があり、歩行者は川を渡って渡るのに苦労しました。メッセンジャーは言った。あなたはペニーは、それは、たくさんのお金がかかりますが、すぐに、歩行者を容易にするためのブリッジを構築してください。取ることができない、死んだ。しかし、あなたは少しの利益でないかもしれません。深いそれがないという布を販売します。布感を販売する服を準備するために、彼の妻を伝えるために、家庭、そして新しい橋を建設するために職人を募集期限を返しました。多くの日の後、ギチェイは布ダーク心臓の健康への懸念を言って来たことはありません。ある日、ギチェイは前に突然言った。私は今を取り除くために必要があり、この一つのことは書類上の名前の寿命を伸ばすことができるという地獄。チェンキは地獄に搬送されたレポートブリッジチェンキに何かを持って、私は特にすぐに語りました。販売布は感謝してき、販売布はターザンに行ってきました。その後、彼は記念可能ギチェイの名前を叫んで、親切メッセンジャーズ、丁重に焼けた紙幣に取り憑かれています。ただ、寺院を残し、私はギチェイが行くために急いで見て、言った。あなたは、ほとんど私が行うことができます。どのように、私が知っている場合だけで、私は、このことを知っていない。されて、私に4東か事務局に感謝を殺した、空売り布を送信するために、言った。私は北に行くために何かを持っている場合は来ないだろう。将来的には、自然にパスが訪問に行ってきましたでしょう。私は休暇にさよならを言うだろう。